あとは今話して何？まあヨーロッパにこれから行きますので、うんうん、老子の話だったらどういうふうに話しますか？ヨーロッパ人へのまあメッセージというか、うんうん、あるかないか。要するにね、これからのね、時代としてね、それから地球上どの地域でもっていうね、一番大切なことはね、事故だ。事故っていうのをさ、ただセルフと訳すだけじゃダメなんだね。事故っていうね、まあ日本語そのまんま通用させたがり。で、というのはね、事故っていうのはね、みんな自分を生きてるっていう、いうことだね。それが自分だ。自己っていうのはね、そういう意味でね、みんな自己生きてるって言うんだからね、最も普遍的な、うん、世界中、いつの時代でも人間は自己を生きてる。それで最も普遍的なあれなんだけど、同時に最も個別的なあれだね。で、大切なのはね、その事故をね、みんな世界中の人がね、事故を自覚し、だから事故は普遍的であると同時に最も個別的、最も個別的であると同時に最も普遍的ってね、そういう事故をね、みんな自覚し合わなきゃダメだ。そういう事故とは関係なしにね、例えば自分はオーストリー人っていう、オーストリー分の1、あるいは日本分の1だ、ポーランド分の1っていうような調子でね、単なる国民の一国民でしかないね。本当はみんな立派な事故なんでね、そういう事故をね、自覚し合わなきゃ、どうせダメだと思う。まあメッセージってはそんなもんだ。老子がおっしゃる個別的な事故と、うん、ポーランド分の1の、うん、自分と、うん、それも違うんですか？区別あるんですか？その個別いや両方をね、生きてんだ。それでね、だからちっちゃい自分と大きい自分とっていうのね、その大きい自分に向かって近づいていくっていう。だから大きな自分っていうのは神の国だ。だから小さい自分っていうのは個別的な自分だ。だから神の国は近づけるって言うんだ。でその神の国があるって言ったらね、見よ、何時らのうちにあるなり、そういう神の国。それをね、仏教では自らに帰依せよ、法に帰依せよ、他に帰依するなかれって。法っていうのをね、仏教ではダルマっていう、ダルマっていうのはアビダルマクシャロンっていうのがあるわ。そのクシャロンの冒頭に出てくる、そのダルマっていうのはね、みんな自相を、自相、自分っていう相っていうのは姿、自分っていう姿を持つゆえに法というって、それが法の定義だ。だから要するに
自らに消えせよ、法に消えせよっていうのはね、その法っていうのは何だ、その自分の中 にある大きな自分だね、それが自己、自己だ、法は、すなわち自己でもいいんですか、うんうん、それだから神の国だ。それでもってその神の国は近づけるんだ。で、それになったってことはないんだ。どこまでも進むって。これはだから仏教とキリスト教とね、一番大切なところでつながってるのはそこだ。で、それを自覚しなきゃ仏教とキリスト教との輪に全然違うんだ。まあ何しろ大切なのはね、聖書を読むんでもね、イエスの言葉としてね、どれが大切かっていうのをその見るつもりで読み直してください。そうするとイエスの言葉は結局神の国は近づける、神の国は何時らのうちにあるなんて、それだけだ。それがイエスの第一声であると同時にイエスのね一生を貫いた言葉だ。で、お釈迦さんの場合もね、阿弥陀経をねずっと私読み直してみてね、その中で一番キラッと光ってる言葉はね、自らに消えせよ、法に消えせよ、他に消えすること流れて、それだけだもん。それでそのイエスの言葉とお釈迦さんの言葉とってちゃんとシャッと符合してるもんね。そういうもんだ。その神の国が、来ましたと言わないのは、それは命っていうのはいつもどこまでもね近づいてくる。それも道元禅師は首相一如症状の種っていうんだ。でそれはキリスト教としても仏教としても一番大切なこと。それ悟ったなんてね言うやつはバカだ。悟っちゃったら年取ってからどうすんだ。俺は悟っちゃったんだからもうやることはねえんだそれ年取ってみるとよくわかんね、もう本当に年取ったらね目の前にすることは何にもねえんだ。しなきゃならないことはね、なんかしなきゃならないっていうんでみんななんとなしに生きてきてんだけど、年取っちゃったら世の中からももうご苦労様でしたって放り出されるわけだね。定年退職したらまあ お金の今の時代ねみんなちょっと持ってて、それであれだからそのお金で観光旅行やなんか外国旅行したりなんかして一番いい時代に見えるけど、だけどもう80過ぎちゃうとね、今度体を動かなかったから、だって体も動かないね、そう思うようにどっかへも行けないって言うと、じゃあどうするって、もう何もなやることはなし、やろうと思ってもできないってなるとね、もうあとはボケるよかしらね。だけどボケるのをさもうしょうがないから待ってるってやだね時代ね、これつまんないよ。やっぱりねどこまでもね一生ね進んでいくっていうね、あれがなくちゃ。どこへ進むかってね、それこそ神の国に向かって進む、仏さんに向かって進まなきゃ。浄安音のねお釈迦さんの最後のね遊行経っていうのがあるよ。遊行経のね最後のお釈迦さんの最後の様子見てごらんなさい。遊行っていうのは修行を遊ぶってことだ。遊んで修行するって。それでとぼとぼとお釈迦さんは歩きながらね、サラソウジュの
サラサワジュの あれだ、並木道のね、ところへちょっと潜り込んでね、で、野良犬が死ぬようにね、のたれ死にしちゃったんだね、あれ、その、上顎の遊行表を見てったね。その時にね、お釈迦さんが最後の説法としてね、皆、法逸なれってね、法逸することなかれってこと。それで、我もまた、今も不法逸だけを大切にしているって言って、それでともとも歩きながら、それで結局の話、サラソウジュのね、南極に潜り込んでさ、それで死んじゃったんだよ。で、お釈迦さんの最後の言葉、不法逸。法逸することながら。法逸の逸はね、うさぎっていう字にね、こう、道ってこう、侵入で、ね、要するに、うさぎがポン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 飛んでくね、それをそのまま手放しにするのが法逸だ。で、そういう、あれをしっかりね、やらなきゃならないことをやる、あれするっていうことがね、不法逸ですね。で、お医者さんの言葉としてもそうだしね、どこかでもしっかりと死ぬ際と、うん、だから不法逸、ポンポンっていうのは頭でいつもこう振り回されてるということでしょ。そうそう、法逸はね、法逸は思いで、うん、でね、どこまでもだから仏教としては自己に深まっていくっていうねことですね。イエスの言葉によれば、神の国は近づけり、神の国は何時らのうちにあるなり、それだけが一番大切な言葉だ。あと他はね、何にも大切なことはないんだよ。それでね、それをさ、大きな容石でね、仏教だ、キリスト教だ、教会だ、寺院だって言って、あれすね、そっちの方ばっかり、ね、向けてから、大違いだ。容石にね、入れ物を無視してね、本当に大切なこととしたら、自己のよりどころは自己の身なりってね、その自己っていうのにどこまでも不法逸っていう、それがお釈迦さんの大切な言葉。イエスとしては、神の国は近づけり、神の国は何時らのうちにあるなりだ。で、結局たったそれだけにね、絞られるね、結局大切なのは自己だけだ。これはもう、自己っていうことは、みんな個別であると同時に、あらゆる人類に通用することだ。で、結局、個別的な自分は、その両方の意味の自己をね、自分の中に持ってるんだ。だから、大と小とってね、大きな自分と小さい自分っていうけど、小さい自分がその大きな自分も含んでるんだ。だから大きな自分は小さい自分も含んでるんだ。それ全部二つじゃないんだね、不二っていうことは。そうだよ。どうし、死ぬっていうことは、その小さい事故が大きい事故に変えることですか。だからね、あれだ、死ぬっていうの時で死んじゃうやね、人と死とって二つないんだよ、生きてる間だけのね、思いの中だけに人と死とって二つある。そういう二つがなくなっちゃうんだからね、死んじゃうんだから。事故というのは、死んだ時点ではどうなんですか。
あのだからね、はい、国っていう言葉が生きてる間の言葉だ。で その生きてる間の1とか2とかってね、うん、考えるのもそれもぐるみ死んじゃうんだがね、多少とも生きてる間の話だ、はい、さっきの、神の国は、うん、うちにある、うん、とその神の国が近づけり、うん、っていうとこううちにあるっていうのは本来の姿ですか、あの近づけりっていうのは自己に近づけり、うん、そうだからね、それを仏教では頂上っていうね、頂上、隅清くな、隅清く、だから真ずるってね、真の字はね、あのこの信仰の真ね、あ、はい、それはね、頂上の字っていうのが頂上の字、隅清くなり、あ、はい、だからあの神の国は近づけりって言っても自分が自分に近づくんだ。だって神の国は何じらのうちにあるなんだ。あの一つのね、聖書でも仏典でもね、一つの権威として読んだ大間違いだ。自己自身の話としてそれで読まなきゃね、権威の話として見るからグループボケになるわけだ。自己の話として見るとみんな自己っていうのはつながってんだから、そういう普遍的な話になる。